いるね。ああ、ちょっと異国情緒があるな。
ここは屋内庭園みたいですね。本学院のバラ園になります。こちらに本日皆さんをお招きした方がいらっしゃいます。それってどうやらやんごとなき身分の方らしいな。姫様、お客様をお連れしました。ありがとう、入っていただいて。まさかエリゼ、もしかして。ご想像通りかと。さあどうぞ中へ。ようこそ、トールズ士官学院7組の皆さん。私はアルフィン、アルフィン・ライゼ・アルノールと申します。どうかよろしくお願いしますね。悪かったから機嫌を直して。ちょっとしたお茶目じゃない。知りません。兄たちに話が終わりならご勝手にどうぞ。まあそれはともかく、ユーシスさん、ラウラさん、お久しぶりですね。お元気そうで何よりです。殿下こそご無沙汰しておりました。お美しくなられましたね。でもラウラさんとはこの学院でご一緒できるかと期待していたのですけど、やっぱりトールズの方に行ってしまわれたのね。ええ、剣の道に生きると決めた身ですので。ご期待に添えずに申し訳ありません。ゼリカさんもトールズに行ってしまうし、こうなったら私も来年そちらに編入しようかしら。姫様やっとこっちを向いてくれたわね。もう。
どうかご心配なく。私の方といえば日々つつがなく暮らしております。未だ宿女には程遠いとはいえ、友人にも恵まれ、楽しく充実した生活を送らせてもらっています。シュバルツァーさん、お噂はかねがね、妹さんからお聞きしていますわ。姫様。恐縮です。自分の方も妹から大切な友人に恵まれたと伺っております。兄としてお礼を言わせてください。兄様。聞いていた通り。ううん、それ以上ですわね。していいですか？姫様？その、ことあるごとに妹さんからリーンさんのお話を聞いているうちに他人とは思えなくなってしまって、実際にこうしてお会いできて気持ちが抑えきれなくなったというか、私にも兄がおりますし、すぐになれると思うのですが。いや、さすがに恐れ多いというか。いい加減にしてください。エリゼのケチ、ちょっとくらいいいじゃない。ま、それはともかく、今日皆さんをお呼びしたのは他でもありません。ある方と皆さんの会見の場を用意したかったからなのです。ある方ですか？それは一体。これはギター。うん、リュートの音。いらしたみたいですね。待たせたようだね。ご無沙汰しております。久しぶりだね、エリゼ君。まあ楽にしてくれたまえ。誰？どこかで見たことがあるような。ここの音楽教師さ。本当は愛の狩人なんだが、この女学院でそれを言うとシャレになってないからね。汚れなき乙女の園に迷い込んだ愛の狩人。ロマンなんだが。もしや。えい。あた。お兄様、そのくらいで。皆さん弾いていらっしゃいますわ。さすが我が妹、
なかなかのツッコミじゃないか。まさか。ひょっとして。オリバルト・ライゼ・アルノール、通称宝刀王子だ。そしてトールズ士官学院のお飾りの理事長でもある。よろしく頼むよ、7組の諸君。驚きました。学院の理事長をされているのが皇族の方とは聞いていたのですが。驚くのも無理はない。今をときめく宝刀王子が伝統ある士官学院の理事長なんかやっているんだからね。まああまり聞こえがよろしくないのは確かだろうね。お兄様、ご自分でそれを言ったら身も蓋もありませんわ。ですが本当なのですか？殿下が7組の設立をお決めになったというのは。種を明かせばそういうことさ。もともとトールズの理事長職は皇族の人間が務める習わしでね。私も名ばかりではあったんだが、一昨年のリベール旅行で心を入れ替えたのさ。一昨年のリベール旅行。リベールの異変ですね。ああ。あの危機における経験が帰国後の私の行動を決定づけた。そしていくつかの悪あがきをさせてもらっているんだが、そのうちの一つが士官学院に新たな風を巻き起こすことだった。新たな風、すなわち我々特化クラス7組ですか？では身分に関係なく様々な生徒を集めたのも。ああ、もともとは私の発案さ。もちろんアークスの適性が高いというのも条件だったがね。今となってはその意図もなんとなくわかります。こうして特別実習という名目で各地に向かわせることの意味も。この帝国で起きている実情、貴族派と革新派の対立を知らしめ考えさせるのが狙いですか？無論それもある。だが私は君たちに現実に様々な壁が存在するのをまずは知ってもらいたかった。その二大勢力だけではない。帝都と地方、伝統や宗教と技術革新、帝国とそれ以外の国や自治州までも。この激動の時代において必ず現れる壁から目を背けず、自ら考えて主体的に行動する、そんな資質を若い世代に期待したいと思っているのだよ。ああ、それは。正直身に余る期待ですけど。
ですがようやくいろいろなものに合点がいった心境です。確かにこの7組ならばそんな視野が持てるかもしれない。そういった手応えが自分たちの中にあるのも確かですだねそうか、そう言ってくれただけでも私としては本望だ。7組の発起人は私だが、すでにその運用からは外れている。それでも一度君たちに会って今の話だけは伝えたいと思っていた。そこにアルフィンが今回の席を用意すると申し出てくれてね。そうだったんですか。お兄様のためというのもありますけど、エリゼの大切なお兄さんに一度お会いしたかったのもありますね。姫様。あ、話を聞かせていただいて本当にありがとうございます。自分たちの中の芯が一本改めて通ったような心境です。ですがお話を聞く限り自分たちが期待されているのはそれだけではなさそうですね。ほう。士官学院の常任理事の3名、我が兄ルーファス・アルバレアに帝都知事カール・レイグニッツ、そしてラインフォルト社会長イリーナ・ラインフォルトですか。確かにその3人はどう考えても王子様とは違う狙いを持ってそうその通りだ。先ほども言ったが、すでに7組の運用は私から離れ彼ら3名の理事に委ねられている。このうち知っての通りルーファス君とレーグニッツ知事はお互い対立する立場にある。イリーナ会長はアークスなどの技術的な方面に関係しているが、その思惑は私にもよくわからない。そして君たちの特別実習の行き先を決めているのは彼らなのさ。そうだったんですか。確かに何か思惑や駆け引きなどがありそうですね。ああ、7組設立にあたって譲れない条件として彼らから提示されたものでね。正直ためらいはしたのだが、それでも我々は君たちにかけてみた。帝国が抱える様々な壁を乗り越える光となり得ること。だがそれも我々の勝手な思惑さ。君たちは君たちで、あくまで士官学院の生徒として青春を謳歌すべきだろう。恋に、部活に、友情に、甘酸っぱい青春なんかをね。そう言っていただけると少しだけ気が楽になりました。その、先ほど我々と殿下はおっしゃっていましたが、他にも殿下に賛同されている関係者の方々が？ああ、バンダイク学院長さ。もともと私もトールズの出身で、あの人の教え子でね。7組を設立するアイディアにも全面的に賛同してくれたんだ。そうだったんですか。確かに学院長にはいろいろと配慮していただいていますね。3人の理事たちとは異なり、学院運営に口を出せる立場にないが、理事会での舵取りもしてくれている。何よりも現場の責任者として最高のスタッフを揃えてくれたからね。最高のスタッフですか。もしかしてサラ教官のことでしょうか。ha ha ha
彼女だけではないがね。ただ学院長が彼女を引き抜いたのは非常に大きかっただろう。帝国でも指折りの実力者だし、何よりも特別実習の指導にはうってつけの人材だろうからね。帝国でも指折りの実力者、特別実習の指導にうってつけの人材私も噂くらいは耳にしたことがありますわ。エクレールなんてかっこいい呼ばれ方をされている方ですよね。エクレール、やはり。二人が知っているということは帝国の部の世界で知られる名前か。ああ、耳にしたことがあるくらいだけど。帝国遊撃士協会にその人ありと言われたほどの若きエース、最年少で A 級遊撃士となった恐るべき実力と実績の持ち主、紫電のバレスタイン、それが君たちの担任教官さ。